はい、皆さんこんにちは。坂木としてございます。4時半になろうとしていますね。5月は6日の月曜日でございまして、まあこのね機材のトラブルで、ですね音声が入ってなかったりするわけでしてですね、今古いカメラに戻しちゃってるんですけどね、新しいも PC でやりたいんですけどね、なんか PC でやるとクレームがいっぱい入るんですね。で今なんかメールをいただきまして、ブログにですね、大丈夫よっていう、いや僕もね自分の PC でやったら大丈夫だと思ってるんですよ。でもなんかねいっぱいクレーム入る、クレームってコメントにね音声あかんでって出るんですよ。まあ皆さんほとんどスマホで聞いてらっしゃるんですよ ね。スマホと PC ではちゃうんかなという、僕なんか知らないけど自分のスマホで自分のあれなんていうか YouTube なんか見たことないんですよ。そもそもスマホで YouTube 見るの嫌なんですね。まあいいけど行きましょうか。本題でございまして、現代ビジネス5月5日昨日出ました近藤大輔先生の記事ですね。中国経済が急ブレーキ、900万武漢市民を見殺しにしても14億人が生き残るための日本では考えられない強硬措置という、まあこれね近藤先生の不思議な中国というですね、講談社現代新書の中からの抜粋なんですね。でまあこうずっと書いてあるんですけどもですね、あれですね、2019年暮れのですねパンデミックですね、でですねゼロコロナというのは捉えたんですけど、その原点はねやっぱり武漢なんですよね。で武漢でですね武漢を封鎖したんですよ。これあれは封鎖したのは2020年の2月か3月やったかなに封鎖してですね、そのちょっと読みましょうか。その過酷な様子は武漢在住の著名作家ホウホウ元湖北省作家協会主席が武漢日記翻訳は顔で書房新社2020年に記した通りだが、この中国初の封城、つまりゼロコロナですね、都市封鎖ですね、いざという時は900万武漢市民を見殺しにしても14億中国人が生き残ることを決断した措置だった。日本では考えられないような強硬措置だったが、新規感染者が2週間連続ゼロになったら封城、つまり都市封鎖を解くというかねての約束通り、同年4月8日に武漢は解放された。900万市民は一斉に外に飛び出し、花火を打ち上げたり、スマホのライトをきらめかせたりして喜びを分かち合った。この武漢の封城、つまり封鎖ですね、は習近平政権にとっては大きな成功体験となった。中国は集中的かつ徹底的にコロナを封じ込めたおかげで、その後急速な封魂、仕事と生産の復活を果たしたのだ。同年の GDP 成長率は 2.3% に達した。 G20 の中で唯一のプラス成長だったと。あの2020年ってみんなコロナにやられてですね、ほとんどの国がマイナスだったんですけども、中国はプラスなんですね。それから2年を経た2022年、コロナウイルスはアルファ株、ベータ株、ガンマ株、デルタ株、そしてオミクロン株へと変化していった。オミクロン株の特徴はより容易に感染する代わりに重症化リスクが低いことだった。欧米ではもはやただの風邪でしょうと言ってマスク着用さえやめてしまった。そんな中で中国だけはこのゼロコロナに固執し続けた。2022年3月17日、習近平総書記は党中央政治局常務委員会議を招集し強調した。国民第一、生命第一を終始堅持し、科学的正確さと動態性異例、これはまあゼロコロナですを堅持するのだ。それによってウイルスが急速に拡散蔓延していく勢いを止めるのだということを言わはったらしいですけど、あの時見てて思ったのはね、うわ社会主義やと思いました。こう共産党の命令があればですね、ウイルスをも抑え込めるというふうに考えてはるんですよね。いや不思議な感覚なんですけど、それが社会主義の彼らなんですよ。僕らはね、日本人って特にそうですけど、人間って所詮自然には勝てへんやんと思いがあるんですよ。日本は台風も来るや地震も来るわけであってですね、夏は暑いし冬は寒いわけであって、これ人間の力でですねどうもできないわけでしょ。
昔ですね、憲法に台風が来るなんて書けばいいんだよという大臣がいますけど、なもん憲法に地震はないって書けばいいんやというのと同じでですね、アホな話ですよ。だからもう日本人はひたすら耐えるしかないわけですね。やってくる厄災に対して、自然の厄災に対して、でもですね、中国はそれを人間の力で抑え込めるというふうに考える人たちなんですね。だからゼロコロナというのをやっていて、アホかというふうになってましたね、最後は。何やってんやろあそこはと思って、でも結局失敗しましたね。こうして中国全土で少しでもコロナ患者が出たらその町を封じするという極端な動態政令が取られるようになった。習総書記のいわゆる側近ですね、季陽生等委書記が治める河南省などは許昌市に住む20代女性1人が感染したとして、その地域に住む70万人を封城してしまったのだ。今から思えばアホなことをしてましたね、中国は。最も悲惨だったのは中国最大の経済都市上海だ。こちらも習近平総書記の浙江省党員書記時代の新進李強党委書記が治めていた。これ今ナンバー2になってますね。4月と5月封城した上海は2年前の武漢の再来だった。だが当時の武漢では公式発表だけで、3869人もの人がバタバタ死んでいたが、上海で流行っていたのは欧米人が風邪のようなものと楽観視するオミクロン株だ。それなのに武漢方式の措置を取ることは中国で最も合理的思考をする2500万上海市民にとって耐え難いことだった。まあ、いろんな悲劇が起こりましたね。まあ、以下書いてありますけどもですね、一応1ページ目を貼っておきますね。でそのですね、ゼロコロナは実は民衆の力によってですね、終わらせられました。白紙革命ですね。あれ習近平相当ビビったんちゃいますかね。あれはですね、中国の民衆が立ち上がってですね、当局に政策を変更させた最初の例ではないんですかね。まあ、あれがもっと講じれば共産党やめろというのになるわけですね。習近平降りろというのになるわけですけども、まあ、その一歩手前まで行ってたような気がします。で結局ですね、ゼロコロナやめてみたらどうってことなかったということですね。いや、どうってことなかったかどうか分かりませんけどね、火葬場はいつも満杯とかいう話がしますけども、やたらと亡くなる方が増えてるっていう話もありますけども、なんせ中国です。実際に何が起こってるかはよう分かりません。多分我々はこうそういうことに関してほぼ永遠に知ることはないんじゃないですかね。実際この時期に何人の方が亡くなっていたのかなんていうことを、よう分かりませんけども、まあまあですね、あの国で起こったこの2020年からですね、22年の終わりにかけてのですね、大騒動はですね、長く人の記憶に残るでしょうし、共産党は間違うんやという、 こう概念を植え付けてですね、この国におったらあかんというふうなこう意識を持たせてですね、で多くの中国人が国を出るということにつながったわけでして、まあ、共産党支配の終わりの始まりではなかったかなという気はしますね。はい、今経済もどんどん悪くなっていますしですね、共産党に対する信頼感もどんどん薄れていますし、習近平に対する反発も広がっています。いろんな要素はですね、どんどん整っていってると。共産党が終わりに近づくですね、いろんな条件がですね、今整いつつあると思いますね。まあ見てるだけで僕らはいいんですけどですね、いやいや終わりの時は近づいてますよ。まさにカウントダウンチャイナでございましてですね、まあまあ早く来ないかなと私は思っておりますけどね。このですね、現代ビジネス、中国経済が急ブレーキ、900万武漢市民を見殺しにしても14億人が生き残るための日本では考えられない強硬措置、まあ、ゼロコロナのことですけども、これの書かれてます近藤大輔先生の書かれているこの1ページ目を貼っておきますので、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。